お父様、これはどういうことですの？まあまあお嬢様、どうか旦那様のお話もお聞きください。落ち着きなさいミント、これもすべてお前のためを思ってのことなのだ。私のため？薬で眠らせて強引に家へ連れ戻すことのどこが私のためだとおっしゃるんですの？今のお前にはこの家の環境が必要なのだ。周囲の雑音に左右されず冷静に自分を見直せる環境がな。おっしゃる意味がよくわかりませんわミント。お前は戦争という特殊な状況の中で自分を見失っているだけだ。私には分かっている。お前は戦争などには向かない心優しい子だ。私の性格云々は関係ございません。大事なことは私がエンジェル隊の一員、紋章機のパイロットだということですわ。その私がエルシオールから離れるわけには参りません。だがお前はただのパイロットにすぎ、パイロットの一人や二人いようがいまいが戦況が変わるものではない。それはもちろんエルシオールにはお前の代わりとなるだけの援助を行う。だからお前が無理をして戦う必要はないのだ。ミントお嬢様、旦那様はお嬢様のことを誰よりも案じていらっしゃいます。どうかお聞き入れくださいませ。悪いことは言わん。戦いを忘れしばらくここで暮らすのだ。そのうちにお前はいつものお前に戻るだろう。それはお父様の勝手な解釈ですわ。ミント。私は今の私のままで結構です。ミント、まだわからんのか。お前はもっと大きな世界に目を向けるべき人間なのだ。それこそ勝手な押し付けですわ。私の進む道は私自身が決めます。お前はまだ子供だ。子供は親の言うことに従うものだ。もう子供ではありません。私のことを心配してくださっているというのなら少しは私の気持ちも理解してくださいませ。十分に理解していると思う。お前が冷静でないということはな。少し頭を冷やしなさい。それまで屋敷の外へは一歩も出さん。あの旦那様。お前は黙っていろ。いえ、あれを窓の外をご覧ください。外？なんだ、何かが近づいてくる。あれはエルシオールのシャトル？まさか。これは一体何事でございますか？あのシャトル、このままここに降りるつもりか？旦那様、危のうございます。お下がりください。間違いありませんが、こんなことするのは一人しか。タクトさん。
興味深い男だとは思っていたが、まさかここまでするとは。待ちたまえ。娘を勝手に連れて行こうとはどういう了見かね。何をおっしゃいますの。私を勝手に連れ出したのはお父様の方じゃありませんか。お前は黙っていなさい。私はマイヤーズ君に話をしているのだ。とりあえず中に入りたまえ。そこで話をしようではないか。なるほど。それで娘を連れ戻しに来たと。残念ですが、それは認められませんな。ブラマン州財閥の跡継ぎを危険にさらすわけにはいかない。お父様、どうしても私の言うことには耳を傾けてくださらないというんですの。仁藤城様、君こそ司令官としてミントの能力を欲しているだけではないのかね。だとすれば話は簡単だ。我々ブラマン取材閥は紋章機に匹敵する兵器を君たちに提供する用意がある。それを手土産にお引き取り願おう。我々が密かに開発していた攻撃用自動衛星だ。もちろんこれ一機でロストテクノロジーである紋章機と同等にはならん。しかしこれは量産が可能だ。現在すでに12機が製造されている。試運転も済み、すぐに実戦配備できる状態だ。それに衛星を運用するチームもつけよう。彼らにエルシオールのバックアップを任せる。そうだ、悪い話ではなかろう。そんな、長々と考えている時間はないのではないかね。さあ決めてもらおう、マイヤーズ君。ミント一人を取るか、攻撃衛星とブラマン取材罰の全面支援を取るか、そのどちらかを。タクトさん、どうしたのかね。早く答えたまえ。何を言い出すのかね、君は。どこの馬の骨ともわからん男にお父さんなどと呼ばれる筋合いはない。ならんと言ったらならん。忍とは嫁になど言えらんのだ。二人とも落ち着いてください。もう、ずっとさんたら、こんな時によくそんなことが言いますわね。お父様も乗せられたりしないでくださいませ。私としたことが、とにかくだ、娘を生かせるわけにはいかん。
何？ふっ、いや、なかなか面白い冗談だ。私はどちらか一方を選べと言ったはずだが。タクトさん、それは本当ですの？嬉しいですわ。へい、待ちたまえ。娘とイチャつきに来たのかね、君は。まったく、君は男としてミントを必要としていると言ったな。だが、私も一人の父親として娘のミントを必要と思っているのだ。人の親なら自分の子供が危険な戦場に行くのを喜んで認められるわけがない。お父様、でも今までそんなこと一度も。言葉には出さなくても、旦那様はいつでもお嬢様のことを大切に思っておられます。ミント様のお写真は、お誕生日や社交界デビューの記念写真をはじめ、旦那様のお部屋にきちんと飾られておりますし。こ予算か。話すようなことではなかろう。それに、お嬢様がご幼少の頃お描きになった私のお父さんの絵も、それはもう大切に保管していらっしゃるのですよ。初めて聞きましたわ。お父様、どうして今まで黙っていらしたのですか？父親として当たり前のことだ。わざわざ言うことではない。お父様、ありがとうございます。君に礼など言われる筋合いはない。君と一緒に行くのがミントの意思だとでも？そうです。ミント、お父様が私を案じてくださるように、私もタクトさんのことを心配しておりますわ。タクトさんをお守りし、共に生きるために私とタクトさんを行かせてくださいませ。私はミントが何と言おうと父として同行を許すわけにはいかん。お父様、まだ分かってくださいませんの？どうしてもだ。えら？一体何を？さっぱり意味がわからんな。なんだ？本気かね？お父様、お願いです。どうか私もタクトさんと一緒に行かせてください。私にとってはお父様もタクトさんも
どちらもかけがえのない大切なことですわ。お二人の一方でも悲しませたくありません。いえ、絶対に悲しませないことをお約束しますわ。そのために私を行かせてください。お父様、私の負けだ。ミントを連れて行きたまえ。お父様、ありがとうございます。いいから早く行きなさい。ここでグズグズしていたせいで攻撃されたのではたまらんからな。はい、タクトさん。さっきはあんなに威勢がよろしかったのに。あの父に一泡吹かせるなんて芸とタクトさんにしかできませんわ。では時間までにエルシオールに戻らないと攻撃するとおっしゃったの？でもタクトさんにも本当に感謝していますが、もしタクトさんが迎えに来てくださらなかったらこうはなっていませんでした。いいえ、いくら感謝しても足りませんわ。タクトさんのおかげで私とお父様の間にあった溝も埋まったような気がするんです。本当に何とお礼を申し上げれば。いえ、言葉では言い切れませんわ。いいですから、ちょっと座ったままでいてくださいます。はい、そのまま正面を向いていてくださいませ。私のお礼の気持ちですわ。どういたしまして、正直な気持ちを表しただけですもの。でもちょっぴり恥ずかしいですわね。今のことは皆さんには内緒ですわよ。さあ帰りましょう。私たちの船、エルシオールへ。いやはや、お嬢様もすっかりご立派になられましたな。ずいぶんと嬉しそうだな。はい、それはもう、お嬢様のご成長は我がことのように嬉しゅうございます。確かに、ミントが私に対してあれだけはっきりと自分の意見を言ったのは初めてだ。それだけは事実として認めてやろう。それに、ミントお嬢様はマイヤーズ様という素晴らしいパートナーとも巡り合われたご様子。お嬢様が生まれた時からお世話をさせていただいておりますが、あんなにお幸せそうな笑顔を拝見したのは初めてでございます。
私はこの先のことを考えると頭が痛いわ。旦那様、そう気を落とされませんように。お嬢様は必ず無事にお戻りになられますとも。何を当然のことを言っておる。それよりも今回のクーデターによる我が財閥の損失を考えると頭が痛いと言っているのだ。やれやれ、こちらの子離れの方はまだ時間がかかりそうですな。ん？何か言ったか？いえ、何も。タクトマイヤーズか。私の大事な一人娘を預けるのだ。ミントのことも、広告の未来のことも、しっかりと頼むぞ。エルシオール、ドライブアウトしました。これより惑星フリードを通過します。それまで敵の攻撃がなければな。惑星フリードの軌道上に艦隊を発見。エオニア軍です。ほら、おいでなスター。総員、第一戦闘配備、敵の編成の確認を急げ。敵艦の中に以前交戦したシェリーと名乗る女性将校の戦艦を確認しました。これが機関と思われます。それから大型戦闘機が5機急速に接近してきます。戦闘機、またあいつらか。いえ、黒き月の反応はありません。エンジェル隊、発進準備整いました。Thank you.